はい、こんにちは、ヒロリンです。ってことですね、来たよ、やっと来たよ。俺やっと来てんけど、このさ、このおばさん、このおばさん、やっと来た。じゃたまたまさ、あのクランのクラン宝箱かあって、それ引いたらさ、来ちゃってんな、おばさんが。俺これほんま欲しくてさ、とりあえず入れてぶっこんでみた。とりあえずね。で、これの愛しで入れて戦ったんよ、僕はね。戦ったら、なんとこの色黒おじさんとすごい相性がいいことに俺は気づいてしまった。ってことで、今日はそんな相性のいい、このもう精錬されたもうこのデッキを皆さんにちょっと見せようかなって。今すごい俺、今オープニングで上から目線やったけど、ごめんなさいね、ちょっとごめんなさい、そういう気ないんで、すごい下からなんで僕ね。はい、 MO 代表じゃないけど、はい、あいつもいいや、行っていきましょう。で、これ見て、ちょっと自慢、これだけ自慢させて、見て、最高出たよ。あ、ごめんなさい、シャドーバースがちょっと、はい、行きましょう。これマジ俺、負けへんから、ほんまに。これデッキしてまだ1回も負けてない。聞いてるか。はい、行きましょう。え、マジで俺これな、まずマスケット出す。で、左出しての。おお、おじさん小屋が来たか。そんなもんは大丈夫やぞ。ちょっと予想外かな、でも。おじさん小屋みたいに久しぶりやから。どうしよう。おじさん小屋ほっといたらあかんよな、やっぱり。あ、やっぱりそっちか。返してほしいな。あ、まあいいや、それでいい。オッケー、ナイスー、ナイスー。で、ここでやられた。あ、これも音か。近づいてた。オッケー、いいよ。あ、待って、あれ欲しかったな、でも。ミニペックが欲しかったな、って言ったら。え、でも大丈夫、まだ大丈夫。俺大丈夫、落ち着いて。落ち着いて、俺が落ち着いてって感じやけど。ちょっと待って。これ、待って。これ待って。あ、大丈夫。落ち着け、俺。落ち着け。なんかすごいどつかれてるけど。大丈夫。セーフ。まだセーフかな。え、ガチでさ、俺ちょっとごめん。実況忘れてやっていい？それって、あり？それは実況になるんかわからんけど、マジでやっていい？ちょ、おじさんがうざすぎんねんけど。ちょっと待って。一旦落ち着け、俺。一旦落ち着け。ステイ。ねえ、ヒーローおじさん待って、ちょっと待って。ねえ、ちょっと待って、こうして、こうからの、あ、見て、これ。これがマジで強いんやわ。最近、スケルトンが多いんですよね、最近。この防御として使う分にスケルトンが多いから、これがマジで使える。今入ったわ、マジで気持ちいい。最高かよ。よいしょ、もう一杯、あっぱー、やったー。気持ちいいなぁ、これ入ったら。ちょ、でも、さ、右壊されかけやけどさ。でも聞いて。俺、これで、ほんまに負けたことないねん。もう聞いて。お、バカめ、そんな余裕にお前ないからな。いけ、もう一丁。あ、待って、ダップ。くっ。大丈夫。お、マジか。そう来たか。おじさん、待って、おじさん。でも、はい、ここ、ファイアボー。おい、気持ちいい。ちょっと待って。ちょっとガチでやるわ。ごめんなさい。ちょっと待って。あ、待って。オッケー。ファイアボール。いけ。あぶねー、キーパーぶねー。形勢逆転。よっしゃあ。ちょっとね、ここでとりあえず体勢立てまそう。とりあえず俺もまだ無冠やから、まだ負けてないから、ベルト取られてない感じやから、まあ、ここで負けるわけにまずいかんよね。はい。調子乗ってるな、こいつ。やっちゃおうか。まあ、そんなんで。バカ。はい、ファイヤボー。ちょっと待って、ごめん、ウェイウェイ系じゃないんですよ。ちょっと、待って。え、これどう思う皆さん。これさ、多分俺的にはさ、これ引き分けで終わると思うけどさ、もう一回次チャンスください。もう一回チャンスちょうだい。もうだってさ、俺まさか意外やったわ、これ。おじさん小屋が来るとは思わんかったからさ。
ちょっとまさかの、なあ、まさかやん。同じ言葉をつなげるなって感じやけど。はい。終わったけど、ちょっともう一回もう一回やって、それでできんかったら、もうこの動画終わります。もう一回整理します。整理し直します。いきます。え、ほんまにでも負けへんねん。負けへんから大丈夫。聞いて。聞いてくださいじゃない。もうなあ、なんやろ。いつもうまいこと言ってんけど、あ、これ苦手、すごい苦手。いややわ、これ、ちょくちょく来るねんな。でもこういう時には、はい、こういう時にも、これが有効です。有効だね、これ。はい、はい、その緑のおじさんも意味がないと。よいしょー。はい、はい、もう一丁。よいしょー。すごい。はい、いいね。そう、そっからの、その右左で気をそらすっていうのが僕の作戦名。左右作戦ちょっとめちゃめちゃそれは。それめちゃめちゃやな。そっからの、どうしよう。ザップとかで行くかな。スケルトンするかな。あ、そう来たか。最近多いよね、これ。エリドバーバリアン流行りですか、最近の。なんかめちゃめちゃ見るけど。でも最近、もう分かった。対策として、僕としては、このナイトとミニペッカを一緒に出して、もう、それで倒せるんで、基本。あと、足らんかったら、まあ、足らんかった分は、ファイヤーボールとかで、まあ、なんとか補えるんで、そこはもう最近は問題ないですね。はい、行きましょう。これでね、だいたい通るんですけどね、いつも。どうでしょうか。通ったー！そうやね。もう、使いすぎやね、普通にね。壊せるかな？オッケー！ちょっと待って。もともとのさ、俺の目的であるさ、プリンセスまだ使ってないんだけど。ホグマスケットになっちゃったけど。まあまあいいでしょう。まあね、問題ない。ここで、まあ、主にこいつを使っていけばいいんだよ、だから、言うたら。そうやな、ね。だから待って、俺の作戦としては、こうの、こう、あ、ちょっと待って、来なかった、来なかった。ちょっと待って、思ったんだけど。オッケー、ここでも止めちゃう。そう、止めちゃうんだよね。いいよ、それ来てもマスケットでも止めちゃうから。そう、これの対策としてはマスケットを使うことが僕は有効だと思っています。さあ来たよ、さあ来たよ、これね。ああ、こういう時には軽いこいつを使っちゃいましょう。よいしょ。でもこれでやってくれるから、あとは止めろ、こいつらを止めろ。止めるんだ。待て。オッケー。いいよ。そう。これを使えばいい。とりあえずこれを使えばいい。すげえ飛んでくる。待って。すげえ飛んでくる。いいよ。そう。死んでももう一発で。オッケー、ナイス。そう、もうちっちゃいので、ちょくちょく攻めていく。いいよ。オッケー。最高、守り切ったよ。いいよ。強ない？てか、でもさ結局さ、完璧に使い切れてはないけどさ、でも牽制にはなるよね、これ。そう、こっちにプリンセスを、出したら間違いなくそっちをさっき処理せなあかんから、逆、その逆の分が悪で、しかもコスト3やから、ローリングウッドで来られたらちょっと やっこしい、やっこいことになるけど、でも大体ローリングウッド入れてる人は、まあ最近は多くなったけど、言うてもまだそんなに多くはないから、結構有効だよなって、使ってて思いました。はい。これどう？これね、ちょっとね、すごいコメント欄に書いてほしい。いいねと、あと、いいねとかでもいいけど、その、いいねってすごいツイッターみたいだったけど、うん、グッドボタンとかでも押してくれたら嬉しいです。もうよかったらね、感想とかも書いてくれたらなって思います。じゃあこの辺で、じゃあ今日は終わりますかね。はい、今日はこの辺でじゃあ終わりにしたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。それじゃあアディオス。